はい。今日はですね、2024年2月の24日、時刻はですね、2時39分。ここはですね、あれの文化通りの標識のところに、この前までは文化通りってあったみたいだけど、あれは取り外されたんですかね。山へはですね、このまっすぐのこの通りが文化通りっていうふうに思い込んでる人もいたみたいですもんね。でも信号名があった方がいいんですけどね、本当はね。いや、なんでかというとですね、あ、ちょっとレーンを変えますからね。なんでかっていうと、まあほら、あの今の車にはあれやなんけ、ナビがついてて、もうその町名とかですよ、それからその何々信号を右にとか左にとかとこう言わなくても目的に着くかもしれませんけど、友達なんかと待ち合わせを仮にするとした場合に、この前がですね、高見馬場っていう電停な、あの信号なんですよ。ここが二貫橋通りですけども、こういうふうに名前がついてれば、高見馬場から天文館方面に行くと最初の信号が二貫橋通りだから、そこを左に行って、次を右に行けば美味しいラーメン屋さんがあるよとかね、言えるんですよね。あ、もう最近はそれさえも言わないか。スマホにナビがありますもんね。いや、でもですね、やっぱりあれですよ。ちょっと待ってくださいね。なんですかね、あのこれからの観光客です。観光客の人はいわゆるあの一人二人ともでね、少人数でですね、歩く人がね多いんじゃないかなと思うんですよ。だからそういう人たちはね、スマホを使って行くんじゃなくて、迷いながらですね、迷いながらその何かを手がかりに行くんじゃないかなと思いますよ。だって知らない街に行ってスースー行くほど面白くないで、面白くないことはないんじゃないけ。いや、これがそのビジネスとかですね、知人に会いに行くとかいう目的があれば別ですけども、鹿児島ってどういう街なんだろうとか、近くに甲突川があるんですけども、甲突川はどっち側なんだろう、今太陽がこうあるから、もしかするとこっちかなみたいなですよ。冒険って言うんですかね、やっぱそういうあれがあった方がいいと思うんです。そしてその時のキーワードに、あ、右の方にね、見えますかね、小さく映ってるかもしれないけど、大久保利通さんの銅像があるんですよ。でそこに、あ、右、信号の右、今白い車が来ました、あの右、あそこはねライオンズ公園って言うんですけど、だからキーワードとして
ライオンズ公園、大久保利通地蔵、甲突川、それからもうちょっと上流に行くと西田橋っていうのがありますけど、これはですね、建て替えられた西田橋なんですよ。で、その建て替えられる前の西田橋は、石橋記念公園にあるとかですね、なんかそういうようなこの、それと、もう映ってないですね。この橋のね、右側にね、母小僧家要するに、お母さんが左側にですね、座ってて、右側に、10人のですね、子供がですね、こう、遊んでる銅像、ブロンズ像っていうんですかね、あるんですよ。それで、そういった、いろんなほらのオブジェとかあったりするんですけども、そういう時にですね、そう、オブジェだけじゃなくて、さっき言いましたの、この交差点のところの信号名とかですよ。こういうのも単なる信号名だけじゃなくて、観光客の人がちょっと喜ぶような、クスッと笑うというあれがあるみたいに、こういうところまで、鹿児島の人たちは、あれなんだねって、細かいところまで気をつけてくれてるんだねっていうのや、なんかがね、欲しいなと思いますがよ。で、そのためにも、この電停もですよ、そうですね、信号のところに番号でもいいかもしれませんよね。どっかを起点にしてですよ、石からずーっと行くわけですよ。んで、わからなくなったら、その信号交差点のところのちょっと上を見ると番号が書いてあるわけです。んで、例えば18番と19番っていう信号があって、その間に仮にまた信号ができたとしたら、18-2って書いてあるくらいね、そういうね、それもその数字だけじゃなくてですね、なんかこういかにも鹿児島っていう、いや、鹿児島のね、テレビ局、ちょっと待ってね。こっからどう行こうかな。あ、右に行こう。あ、だった。ダイソーに行かないかんだった。ダイソーに行きますね。どこのダイソーに行くと思いますか。あ、ちなみにですね、こん前リスナーさんから教えていただいたんですけど、アミプラザはわかりますよね。その、あれが、なんきあれは、メリーゴーランドじゃないの。観覧車が回ってますかね。あの向こうの方にほら、黒いビルがあるでしょう。あれはね、何やったっけ、東急ハンズか。もっとあんなに離れてますけども、考えてみるとですね、あっちの方に、鹿児島中央駅ってね、こっから見えるけ。いや、気づかなかった。こんなに離れてるかと思うぐらい、あそこにね、見えるけ。その、黒いビルの下の方にね、鹿児島中央駅ってあるんですよ。だから、あれを駅舎と駅じゃない、駅のあれと、どうなのっけ？実際はそうなんですかね。ほんで、その上の方ですよ。あそこにこの前、そのリスナーさんからのコメントで思ったんだけど、なきゃりゃ、ハンズか。東急ハンズのグリーンにですね、白のマーク。で、その上がですね、ちょっとあれは何け、
金じゃない、まあ、あの、金色のみたいなやつでですね、アミュって書いてあるんですよ。で、そういうのにもね、気づきませんでしたがよ。気づかせていただきました。ありがたいですよ、リスナーさんは。もうリスナーさんのおかげでですね、あの、あれが、あの、昔の記憶がもう、1万倍ぐらいね、蘇りましたよ。ほんと1万倍。それもですね、3D 画像ですよ。3D 画像。今までは平面的だったんですよ。その思い出もですね。例えば、この、今ですね、今白い車が行くでしょう。あの辺りにですね、昔は噴水があったんですよ。で、その頃、中学生の頃ですね、高校生だ。この辺りに結構来てたんです。本当に夜も夜遊びじゃなくてです。夜の10時ぐらい。夜遊びじゃないんですよ。10時過ぎ、11時前か。ここ辺りをですね、よく、歩いてたんですよ。ほんで、その時に、夜泣きラーメンっていうのがあってですね、夜泣きラーメンじゃないや。あの、要するに、あの、うどん屋さんが出てたんですよね。屋台が。そんなにたくさんじゃなくて、2軒か3軒だったと思うけど、ほんで、そこで、うどんを食べるわけですよ。そして、美味しいんですよ。いや、美味しいんですよ。その頃はほら、レストランってほとんどないですからね。うどんも、うどんが、あ、ちょっと待ってね。ここで待たないとですね、時々ここはほら、信号待ちが長いから、電車が来る時があるからですね、ここはもう、いや、ここ、ああ、電車来た、電車来た。遊女ったら電車来た。あ、来た来た。ああ、ここはよかった、よかった。いや、本当ですね、慎重に行かんないかんですからね、ここはね。その今のあれですよ。噴水のあるところで、ラーメンを食べるわけです。いや、うどんをね。ほんで、その、椅子なんかないですから、食べるのは椅子代わりにするのは、ちょっと待ってね。椅子代わりにするのがその噴水の縁だったんです。で、昔だからそのリスナーさんからいろんなことを教えてもらう前は、その縁に腰掛けてラーメン、あのうどんを食べて、友達と二人ですね、同級生。ちょっと待ってね。同級生とですよ。そこで食べて、おって、そしたら、その、食べた、自分たちが食べたうどん、あの、あれじゃないんだけど、ちょっと待ってね。前の人が、私なんかの前に、そこの、なんかあの、屋台っていうかあの、何ですかね、あの、夜泣きそば屋さんがするみたいに、
夜泣きうどんって言ったっけ昔は。なんか車輪がついた、要するにあれなんちゅうのっけ、屋台を引くってんですかね、それだったんですよ。でそれで移動式ね、でその下もそこにこう常駐されるんでしょうけどもね、そういうところが2、3人って言えばいいんですかね、あって、ほんで私なんかが食べてたところのその屋台うどん屋さんに丼を、あおじさんはいありがとうなーっつってこう、もうお金と一緒に払うわけです。そしたらそこの要するに屋台のおじさんが、ああありがとうなーっち、またなーっつって言われて、その後におじさんがその噴水の水でですね、そのあれを丼洗いやったんだ、洗われたの。でもね、私なんかそう別に汚いとかじゃなくてですね、なあって言ったのは、その噴水の中にはですね、タバコの葉だなっけ、吸殻とかがですね、あちこち浮かんでるとこあったんですよね。それはね、このおまかせテレビでも言ってたんですよ。そういうね、昔はね、右行きますからね。少女時代だったんですよって言ったんだけど、ついこの前、その、さっき言ったでしょう、東急ハンズかの、あれした時に、ちょっと待って、雨が、雨粒がね、レンズの前につくとあれですから、ちょっとあれをワイパーあれしますけどね、した時に小学校のね2年ぐらい結構西駅にいたんですよ。私は縁があってね、2年ぐらいかな、その頃のね思い出がですねバーって浮かんできたんですよ。ほんで、中央駅の、いわゆる西駅の、構内ですよ。あそこでもね、遊んだしね、その頃のね、西駅の構内がどうだったっていうのをですね、もうね、こう、記憶っていうのは、どんな風に、形で頭の中にあるのかなって思うぐらいですよ。一つの記憶で一つの、そのあたりの記憶を思い出したんじゃなくて、その東急ハンズとアミプラザがあんなに離れてるっていうのを気づかずに、そして東急ハンズのあの黒いビルの上に、それあれで、Google で調べましたけどね、Google で調べたら、ハンズって書いてあったんで、これまだ気づかなかったんですよね。そうなのかって言った時に、さっき言ったみたいに、その、小学校のね、2年、1、2年け。もしかすると3年ぐらいかもしれない。あの頃ね、今の、アミプラザに入るところのね、あの辺で遊んだことありますから。そしたら、今の日通さんはですね、馬車でね、2馬車ですよ、馬。馬でですね、あれを荷車を引いてましたからね。だから私今年で77になるけど、あ、これはもういっぱいね、自分の思い出話として話すんじゃなくて、当時はこうでしたよって。ほんで、それと一緒にですね、今の鹿児島駅ですよ。そこの中央駅じゃなくて、神町屋側。あそこのあたりのね、
小さい頃も知ってるんですよ。小さい頃にあの辺りも知ってるんです。やっぱりあの日通の人が、あの荷馬車でね、あれしてる頃。そしてね、私なんかがね、二十歳過ぎの頃まで、は、ちっき。今ここではどういう字を書くかはちょっとあれあれだけど、国鉄で荷物を運ぶときに、あ、黒猫山とも鹿児島にない頃ですよ。いわゆる、あの頃の荷物は何で送ってきたんですかね。要するに私なんかがですね、県外に荷物を、送るのに、鹿児島駅まで持って行ってましたからね。で、その時に、木の箱か、段ボールだけじゃダメだったんじゃなかったですかね。段ボールだけじゃダメだから、木の箱に入れたと思う。そして、縄ですよ、縄。縄でね、くくってね。それで、だから55年ぐらい前か。の、世界はですね、荷物一つ送るにしてもですね、それだったですよ。で、縄でくくって、それで宛先はですね、荷札をですね、2箇所ですかね、見えるような、上からでも見える、横からでも見えるようにですね、そういうところにしないとですね、ダメ。国鉄の人がですね、いや、こう、まさか、こう、見えんでな、こう、あいが、荷札はこっちに引っくんやせ。って言われてましたよ。だからさっきも言いましたように、自分の思い出話とするんじゃなくて、77年、まあ今76年生きてますけど、その間にね、どんな風に時代が変わったっていうのをね、やっぱもっともっとね、知らせていかないか。なのでこのリアルドライブはしますよ。するけど、アーカイブ動画とですね、インターネット、それを駆使してね、なんかそういう形で残さないかんと思いましたがよ。いや、ほとんど知らないですもん。皆さんがね、我々の同年配では知ってるけど、こういうような形で残せないんですよ。YouTuber をしてないとですね。はい、今日はですね、このダイソーに行きます。ここ、竹岡ダイソーですね。はい、ということでですね、この動画はここでお開きになります。ありがとうございました。